大梅のびわは、クワカイチジク属の樹木の一つ。大きな幅広い葉をつける。常緑鉱木。若枝は、無毛。拓葉は、皮心型で先端が尖って、長さ2から3センチメートル。傭兵は、長さ1.5から3.5センチメートルで無毛。傭心は楕円型で、先端は丸濃く、基部も幅広く、少し傭兵に流れる。葉心の長さは十から二十センチメートル。 幅は6から11センチメートルで、円は滑らかで、両面無毛。花脳は溶液に一つずつ付ける。私有一種で私有の花脳は同型。花脳の,の柄は太くて、短く、長さ2から3ミリメートル。花脳は平らな球形で、計1.3センチメートル。表面には白い点のような皮目が散らばる。また表面に縦状がある。 熟すると、計2センチメートルほどになり、緑褐色。和名は、葉が大きいことから。アマミ大島以南の琉球列島に見られ、国外では、台湾、フィリピン、マレーシア、インドネシア、ニューギニア、オーストラリア、ポリネシアと広い分布域を持つ。琉球列島では、この属では、最大級の葉の大きさを持つ。特に幅広い葉で、艶が強いのでよく目立つ。 溶液に一へなし、やや扁平な、花のおも、特徴的。以下、種として、佐竹ほか、P93 タワダ監修、P27 初島、P230 横山、P146。ありがとうございます。